皆さんようこそ、マイキングラグジュアリーアカデミーのメンバー、チングハルミです。今日のビデオでは、採掘されたダイヤモンドとラボで製造されたダイヤモンドの違いを明らかにしていきましょう。今やダイヤモンドは、想像力を引き付け、高級感やロマンの中で特別な存在であります。伝統的にダイヤモンドは大地から、採掘されてきましたが、近年の技術の進歩によりラボで製造されたダイヤモンドという選択肢も生まれてきました。このプレゼンテーションでは、採掘されたダイヤモンドとラボで製造されたダイヤモンドの基本的な、違いを説明し、その起源、特徴、倫理的な配慮について明らかにしていきましょう。はい、では初めに起源。採掘されたダイヤモンド。この天然ダイヤモンドは、地球の地下富岳にある上部マントルで、数百万年かけて、形成されます。そして火山噴火や採掘活動によって、このダイヤモンドは地上に出てきます。ラボで製造されたダイヤモンド、合成ダイヤモンドや鉱泉、人工ダイヤモンドとも呼ばれるこの宝石は、天然ダイヤモンドの、成長過程を再現する高度な技術を使ってラボで生み出されます。化学基礎成長、または高温高圧により合成されます。では、組成と特徴。採掘されたダイヤモンド。このダイヤモンドは炭素原子が結晶、格子状に並んだものです。高度、輝き、耐久性などユニークな、特性を持っており、採掘されたダイヤモンドは自然の、形成過程を反映し、様々な色、透明度、カットを見せます。次にラボで製造されたダイヤモンド。このダイヤは、採掘されたダイヤモンドと同じ化学的、光学的、同じ炭素組成と、結晶構造を持っています。高度や輝きなども、物理的特性も同じです。そして、もし違いを探すのであれば、このダイヤモンドはクラリティとカラーがよりコントロールされ、一貫しているため、消費者は、この希望の品質を選択することができます。次に環境への影響。採掘されたダイヤモンドは、昔から森林破壊、生息地の破壊、土壌侵食、あとは水質汚染など、環境に大きな影響を与える可能性がありました。あと、今も、このプロセスにはあります。また、採掘作業には大量なエネルギーを必要とし、この温室効果ガスが排出されることもあります。そして、ラボで製造されたダイヤモンドは天然ダイヤモンドと違い、環境への影響を大きく軽減します。採掘の必要がないため、生態系へのダメージや二酸化炭素の排出を抑えることができます。ダイヤモンドを育てるプロセスにはエネルギーが必要ですが、技術の進歩により、このエネルギー効率が良くなっています。では、倫理的な配慮。採掘されたダイヤモンド。工業は特に労働者の安全、労働、頑固、特定のダイヤモンド、この生産地域における人権に関連する倫理的な起源について厳しく調査しています。採掘されたダイヤモンドの原産地を追跡し、紛争に巻き込まれていないことを確認するのは非常に困難なことです。そして、ラボで製造されたダイヤモンドの大きな利点は、その倫理的な完全性です。管理された環境で生産されるため、この公正な労働慣行が保障され、紛争ダイヤモンドとの、この関連も避けられます。公正ダイヤモンドは消費者の、価値観に合った責任ある選択肢を、提供します。次に、価格と、入手方法。採掘されたダイヤモンドは、採掘探査に関連するコストと、休業が限られているため、一般的にラボで製作、されたものよりも、高価です。値段が高い方です。採掘されたダイヤモンドは、化学
の科学は、カット数からクラリティカットなどの要素によって大きく異なります。ラボで製造されたダイヤモンドは一般的にコストパフォーマンスが優れています。また、天然ダイヤモンドと違い、合成ダイヤモンド、まあ、この、ラボで製造されたダイヤモンドは低い価格で販売されます。この、手頃な価格は、合成ダイヤモンドをより多くの消費者が、利用できるようにします。では最後にまとめ。採掘されたダイヤモンドとラボで製造された、ダイヤモンドはどちらもユニークな特性を持っており、まあ、最終的にどちらを選ぶかは個人の、好みや価値観によります。ラボで、製造されたダイヤモンドは倫理的かつ、まあ、環境に優しく、あと優れた品質と、価値を持っています。あと、まあ、技術の進歩により、ラボで製造されたダイヤモンドは認知されつつあり、ジュエリーの購入に、美しさ、持続可能性、社会的認識を求める、消費者の間でますます人気のある、選択肢となっています。はい。では皆さん、このテーマはどうだったでしょうか？私たちのチャンネルにも、この他にいろいろなビデオがありますので、もしよかったらご覧ください。あと、登録もお忘れなく。ではまた次のビデオで会いましょう。さようなら。